ハーブロックことハーバート・ローレンス・ブロックはアメリカ合衆国の風刺漫画家、作家である。国内外交政策に関する解説でよく知られている。ピューリッツァー賞の時事漫画部門を3回を受賞し、ウォーターゲート事件の取材で1973年の公益部門を共同受賞した。ブロックは1909年にシカゴで生まれた。父は ユダヤ系の科学者、電気技師のデビット・ジュリアン・ブロック、母はカトリック教徒のテレサルーペ・ブロックで三人兄弟の末っ子だった。兄のリッチは工業用ランドリーの会社の社長に、兄のビルはシカゴトリビューンを経てシカゴさんの新聞記者になった。11歳の時にシカゴ美術館附属美術大学の授業を受け始めた。ハーブロックというサインは、 高校生の時から使い始めたものである。1927年に高校を卒業した後、レイクフォレスト大学に入学した。大学2年生の後半、これまでに描いた漫画を提出して、欠員となっていたシカゴデイリーニュースの風刺漫画家として雇われた。それ以降、大学に戻ることはなかった。1933年にクリーブランドに移り、風刺漫画を 全米の新聞社に配信するニュースペーパーエンタープライズアソシエーションの専属漫画家となった。1942年に最初のピューリッツァー賞を受賞した後、陸軍に2年間従軍して漫画やプレスリリースを担当した。除退後、ワシントンポストの首席風刺漫画家に就任し、亡くなるまで55年間ここで働いた。ブロックの漫画は、 1987年から2001年に亡くなるまでクリエイターズシンジケートによって世界中の新聞に配信された。ブロックは生涯結婚せず、ワシントンポスト社の従業員名簿には、ブロックの住所はターンにザ・ワシントンポストと記載されていた。初めて新聞に掲載されたハーブロックの漫画はシカゴデイリーニュースの1929年4月24日号に掲載された。 アメリカの森林保全を呼びかけるものだった。ハーブロックによれば、彼の家族は保守的で、父は1928年の大統領選挙にハーバート・フーバーに投票したと言っていた。しかし、世界恐慌が始まると、ハーブロックは、フランクリン・ルーズベルト大統領とニューディール政策を支持した。彼は、ソ連の侵略の危険性、ナチスの脅威の増大を指摘し、 アメリカの孤立主義に反対した。スターリンをはじめとする共産主義者を批判する一方で、アメリカは共産主義の危険性に過剰反応していると考えていた。1950年代初期、ハーブロックはジョセフ・マッカーシー上院議員をしばしば風刺漫画のネタにし、マッカーシズムという言葉を作り出した。ハーブロックは1954年に2度目の ピューリッツァー賞を受賞した。ワシントンポスト氏は1952年の大統領選挙で公にアイゼンハワーを支持した。ハーブロックはアドレース・ティーブンソンを支持していたため、ワシントンポスト氏は彼の漫画の掲載を取りやめたが、一週間後には復活した。ハーブロックは常に政治問題に関するワシントンポストのスタンスと彼の漫画が一致しているか。 どうかに関係なく、編集の完全な独立性を主張していた。ハーブロックは権力を握っている公人を攻撃することに重点を置き、そのほとんどは共和党員だったが、ハーブロックを不快にさせた民主党員も批判を免れなかった。例えば、ハーブロックはフランクリン・ルーズベルトを熱烈に崇拝していたが、1937年に、 ルーズベルトが実施しようとした司法制度改革をハーブロックは批判した。1950年代、ハーブロックは主に公民権に関する行動が不十分でマッカーシー上院議員の乱用を抑制しなかったとしてアイゼンハワーを批判した。1960年代にはハーブロックはベトナムでのアメリカの戦争遂行を攻撃し、ジョンソン大統領が ハーブロックへの大統領自由勲章授与を中止させる原因となった。ハーブロックは後に1994年にビル・クリントンからこの勲章を授与されている。ケネリ大統領暗殺事件の直後に描かれた銃の所有についてのハーブロックの漫画ハーブロックの漫画の傑作の中にウォーターゲート事件におけるニクソン政権を攻撃したものがあり、 これにより1979年に3度目のピューリッツァー賞を受賞している。1954年に下水道から這い出てくるニクソンの漫画をハーブロックが描いた後、ニクソンはワシントンポスト紙の購読を中止した。同じモチーフは以前にマッカーシー上院議員に対しても使っていた。1980年代から1990年代にかけては、 歴代の大統領のロナルド・レーガン、ジョージ・ H.W. ブッシュ、ビル・クリントンの風刺や批判を行ったほか、銃規制、中絶、公共政策に対するキリスト教原理主義グループの影響、ドットコムバブルなどといった当時の問題についても言及した。特にタバコ産業はハーブロックがよくネタにしていた。ハーブロックは自身の仕事に飽きたことがないと述べ、21世紀に、 なっても、選出されたばかりのジョージ・ W ・ブッシュ大統領をネタにして漫画を描いていた。2001年10月7日、肺炎により92歳で死亡した。8月26日のワシントン・ポスト紙に掲載された漫画が最後の作品となった。ハーブロックは遺書で遺産の5000万ドルで事前活動や教育プログラムを支援する財団を設立するよう指示した。 これにより設立されたハーブブロック財団は2004年に最初の助成金を授与し毎年1回風刺漫画を対象に授与するハーブロック賞を設立した。ハーブブロック財団のウェブサイトによれば同財団はすべてのアメリカ人に保障された基本的な自由を守りあらゆる形態の差別や偏見と戦い同じ目標を持つ 事前活動や教育プログラムの作成や支援を通じて貧しい人々や恵まれない人々の状況を改善することに尽力し、また中等教育後の奨学金を通じて能力のある学生の教育機会を向上させ、継続的な研究を通じて風刺漫画の振興に努めることを目標としている。ありがとうございます。